のね、僕はなんか幾何形態とか幾何学的図形を中心に作品作ってまして、それでだから正方形とか立方体とか、それはいつも自分の手の中でいじっている形なんで、その仕事をこう頼まれた時に全てその世界の中で考えました。自分のね、僕はこのギザギザのやつしか使ってないんだけど、あれが普通のノートだと平らなんだけど、あれはこう立体にいつもなってるでしょ。だから それにこう穴を開けてこうキューブを作ったり、あるいは そこをこう折り曲げて、立体的なことをしようとかって、そういう意味で使ってます。日本のノートの紙はちょっと薄い、モレスキンのはちょうどいい厚さですよね。